ローナは射程 9km の移動可能な走行戦闘車両を破壊する目的で設計された戦術ミサイルシステムである。ローナはアラスとは異なり、推進にはジェットエンジンではなくロケットエンジンを使用する。速度は120から 200m 毎秒で高度は 500m である。TB 受像機で光ファイバーケーブルで画像を伝送して誘導する。 ターボジェットエンジンの代わりに、固体燃料ロケットを使用して加速する派生型で、実質的な射程は 9km で高速で飛翔するローナとして分類される。ローナは 10kg の単ヒートあるいは、タンデム弾頭を備える。ローナは、車両やヘリコプターから発射する。ローナのミサイルの追尾装置は2012年半ばに、軽飛行機のシーラ 450C 国産機により、 パッセロンスクリベイドの演習場で一連の10回の飛行が実施された。ローナは先進的な非直接照準攻撃システムである。車両に4から6個のミサイルを格納したコンテナが装備される。ローナミサイルは以下の機能ユニット支援装置で構成される。ミサイルは TEB ユニットを先端部に備え、3キロメートル彼方の標的の戦車の大きさを補足する。 7度、X5 度のカメラの視野はが TB に表示される。光ファイバーケーブルは 52L の張力に耐えることが可能。光ファイバーケーブルの信号の減衰は 0.2DBkm である。光ファイバーケーブルは地上の制御ユニットから搭載された装置へデータを1 2 8 k b s で伝送してミサイルから地上の制御局へは 240BS で伝送する。 これは、動画が1チャンネルと2系統のデータチャンネルが使用、可能である。発射装置は、アラスロケットと同じ原理で作動する。入手可能なデータによれば、ローナの精度は、最大1メートルとされる。ミサイルは運搬用のコンテナから発射される。ローナは輸送コンテナ内に、整備せずに10年以上保管可能である。初期化後使用準備が整う。アラスの運用国は、 青で示す、ありがとうございます。